大東隆行は、日本の実業家。株式会社王将フードサービスの元営業本部長、元代表取締役社長。大阪市出身。関西経理専門学校へ入学して中退後、新端小売販売業の経営を経て、義系の加藤麻尾が1967年に創業した餃子の王将1号店へ1969年に入店。 1978年に営業本部長、1995年に副社長を経て、2000年に社長へ就任した。社長就任後は、毎朝6時前には出社し、本部のある会社の玄関を自ら開場しては、玄関や駐車場を吐き清めて散水していたという。昼にはトイレ掃除もしていたが、その理由は、従業員には綺麗な会社で気持ちよく働いて、 もらいたいからということや、本社の玄関が汚かったら、店に行った時に汚いと指摘できないためであったという。また、社長専用車はあったが、運転手はつけず、自ら運転していたという。直営店の店長300人以上の名前だけでなく、フランチャイズ店オーナーの名前もすべて覚えており、本部の室内の壁には全員の顔写真を貼っていた。また、 社員の誕生日には自ら選んだ自己啓発本を、社員の配偶者の誕生日には花束をそれぞれ贈呈していたという。2012年には、スタミナをつけるために、小遣いで餃子の王将を利用していた、京都立花高校のサッカー部部員たちが、全国高校サッカー選手権大会で準優勝したことを称えて、学校近くの店舗を臨時休業させ、彼らや、 その関係者たち約100人を招いて160人前の餃子など総額約30万円分を振る舞ったという。王将前社長の義理方さ、京都立花サッカー部との約束果たしたさんいざ、2014年1月26日王将事件、プロかしろとか、特定困難有力な手がかりなく、毎日新聞2013年12月27日、餃子の王将社長殺害。 現場に、薬莢銃撃で死亡か毎日新聞2013年12月19日、餃子の王将社長打たれ死亡イコール本社駐車場で、血流し倒れる引く胸、原3ヶ所に、傷、京都知事、ドットコム2013年12月19日。ありがとうございます。